ティーチャークーボー、ティーチャークーボー、もうちょっとで着きますよ。着いちゃうんです、着いちゃうんですよ。どうですかこの神殿、パチ屋ではありません。はい、こちらですね、休憩所でございます。ここら辺ですね、港、多分もうちょっとです、あと十何分。まあ今回ね、三浦知良にしましょう。三浦知良はね、これはいいんじゃ、痺れるんじゃないかなっていうところで、お金をもらうからプロじゃない、毎日日々全力でやるからプロなんだみたいなね、そういうの、あの名言があるんですけど、お金をもらうからプロじゃないと、プロっつうのは日々全力でやってんだみたいなスクールウォーズにちょっと似てる部分ありますけど、まあでもすごくね、いいことだなと思うんですよね。うん、だからまあね、与沢さんのお金を魂で売るっていうのも、お金が何すかね、まあその言葉の転換してるだけだって一緒なんですよ。全力でお金にこう向き合ってやってんのかってやってないのかっていう、お金がもらえるからやるとかじゃなくて、なんだろうな、まあ給料もらってる人はね、まあそういう感じではないと思うんですけど、そう、まあこう移動しながらもね、久保さん入金ありましたんで、金曜日はね、僕あのストライプっていうクレジット決済やってるんですけど、金曜日に、毎週金曜日に入金があるんですよ。今日金曜日なんですけど、入金ありましたね、移動しながら毎週入金あります、ありがとうございます。はい、お金がなかったらね、こんなことできないですよ。まあお金がなくてもやってますけどね、お金がなくてもやるんです、やるんです。あ、この人の名前にすればよかったちょっとよくわからない。あ、これね、発光、その発光ダイオード、この LED を作った人がここらしいですね、ここ出身らしいですよ。 LED 作った、発明したこの人の名前にすればよかったなこの人の名前、まあ、キブさん使ってください前なんかね、まあすいません、相当結構昔ですよね、多分 LED 出てから結構もう経つからね。ここにも記念館なんかあるんですよ。まあね、これもノーベル賞もね、受賞できた理由はね、その受賞できるからやったわけじゃないですよ、全力でやった結果なんですよ。そう、ノーベル賞のためにね、お金のためにやったわけじゃないです。ノーベル賞をもらうためにやったわけじゃないです、うん、これ作ったらええんちゃうみたいな、日々やってたわけですよ。それはできちゃったっていう、多分そんな感じだと思うんですけど、多分本当にノーベル賞もらうために頑張ってたわけじゃないと思いますよ、単純に。ただビジネスの世界はね、ちょっと言葉がちょっと、もうちょっと、もうちょっと理解できないかもしれないですけど、売り上げを上げるっていうことが大事なので、まあその売り上げのためにやってる部分ももちろんあるんだけども、でもそれだけだと、なかなか難しいですね。それだけだとなかなか難しいね売り上げのためだけにやってるっていうのは難しいですね。何かないと、何かないと、 その何かっていうのはご自身でお探しくださいって話ですね。僕もね、いろいろ見てきましたけど、やっぱね、売り上げは大事です、売り上げは絶対大事、それは前提条件としてあるんだけども、そのお金だけでやってる人は続かないですね。だからなんで今回三浦知良の名前を出したかっていうと、キングカズを出したかっていうとね、まだ元気っすか続いてるよ、カズいや、カズすごないっすか、もう60なんのかな、でもまだやってますよね、サッカーすごないっすか、多分引退してないですよね、多分すごいなと思いますね。ね、多分続かないっすよ本当に、まあ、億万長者合宿もね、続く理由は違うところにいろいろあるわけですよ。まあ人生も続きますからね、結局は死ななきゃ、そう続いていくんです、人生も。人生が続くってことはお金が必要ってことも続きますし、そう、
なんか出ませんかね、魂、金に魂売れ、うん、自分を売れですね、金をか金に魂売る前に自分をお客に売れって感じですね。だってお金を払うのはお客さんじゃないですか、人なんで。だったら自分を人に売った方が良くないですか、自分を売り込んでいく。まあ就職活動も自分を売り込んでるわけ、売り込んでいくわけじゃないですか。でお金ってそもそも誰が払ってんのっていう相手ですからね、お金の正体、まあお金の正体というか、まあそのビジネスの売り上げの正体っていうのは誰かが、アフリエイトもそうじゃないですか、広告をクリックする、広告を見る人がいるからアフリ報酬上がるし、それが誰もクリックしてない、誰も見ない広告にお金発生しづらいですよね。まあそのいろんな広告の媒体あるんであれですけど、まあでもまああの与沢さんの言葉はね、まああのつらあのぶち抜いてる感じですよね、生き切ってる感じの人のあれですよ。はい、ということで、いやーもうちょっと着きますね。でも今日晴れてよかったです、本当に晴れてよかった、うん、これはもう多分まだ着いてないですけど、まだ着いてないけどもフェリーは動いてると思います、さすがに穏やかだし海も。はい、ということで、九州上陸でございます、バイナラ。